はい。そうですね。はい。そうですか。ありがとうございます。そうですね。はい。はい、わかりました。そうですか。ありがとうございます。はい、ではお願いします。 ライト君意識戻りましたライト君入院させますがよろしいですかえ入院でもさっき軽い熱中症だってい,いえぐったりしていたのは栄養失調が原因だそうですあと全身あざだらけで高熱が出ていますお母さんはあざのことはご存知でしたか家賃で 喧嘩しとって子供同士の喧嘩であのようなあざは出ません幼稚園に聞いてみたりは私の方から連絡することもできますがあ,ああこの間階段から落ちたからその時のかもその時病院には 虐待って言いたいんでしょいえじゃあ子供が悪いことしたらどうすればいいんですかベランダは危ないって口で言えば言うこと聞くんですか落ちてんじゃん何人も部屋の中めちゃくちゃにしても何口で注意しろってあんたち子供いないでしょあの朝は全部お母さんのしつけで <laughs> はいそうですけど ええ、お腹にあった握り拳の跡なんですもういいじゃん私が叩いたのあの子が言うこと聞かないからこれお母さんの手より明らかに大きいんです失礼ですがあのエリさんはシングルマザーでいらっしゃるということですが他にどなたかお家にいらしては お話しなさらなくて結構です失礼しましたいません私とライトだけです DV シェルターというものがありますあっ配偶者による暴力から逃れるために一時的に別のところに避難できます いや、何の話ですか避難先で自立した生活が送れるように援助してもらえます違いますって私が極秘の場所ですので情報が漏れることはありませんだから違うって言ってるじゃん孤独で相談相手もいない不安で本当につらかったと思いますでも大丈夫です もう一人にはさせませまんから助けてあげたいんじゃないんです力にならせてほしいんですお願いします